ワンピースワンピースワンピースフィルムゴールドワンピースフィルムゴールドは2016年7月23日に公開された日本のアニメーション映画漫画ワンピースを原作としたテレビアニメの劇場版第13作目シリーズ最高の興行収入68.7億円を記録した前作ワンピースフィルム Z から3年半ぶりとなる 劇場版ワンピース第13作目。世界最大のエンターテインメントシティ、グランテゾーロを舞台に、主人公であるルフィたち、麦わらの一味が、世界政府をも、金の力で動かす。黄金帝、ギルドテゾーロと激突する。キャッチコピーは、それは、世界を滑る力。この男に、かける。新世界の、怪物が動き出す。原作者の小田栄一郎が、 前作に引き続き、総合プロデューサーとして、制作に参加。監督は、TV シリーズの3代目シリーズディレクターを務めた、宮本博明。脚本は、謎解きは、ディナーの後で、いや、ダイヤーゲームなどを手掛けた、黒岩つ劇中曲は、原作者推薦のシンガーソングライターである、小島真由美が担当。劇場版、ワンピースでは、初の夏公開となり、 全国346巻にて上映。上映スクリーンは、邦画史上最多記録となる743スクリーンに上り、2D3D4 デラックス MX4D で公開された。3D 上映は、第11作、ワンピース 3D 麦わらチェイス以来で、長編映画ではシリーズ初。また、シリーズ初の、モーションシートヤフー。 香りなどのアトラクション効果といった 4D 技術の特殊効果が用いられた4 d ック x MX4D での上映も実施。法日、在日外国人を対象とした官民連携インバウンド事業企画、よこそ映画館の第4弾として、新宿バルトナインなど6巻で英語と中国語を併記した字幕上映や、 専用アプリから取得した音声ガイド付きで映画を鑑賞できるシステム、ウードキャスト方式を導入した一般工業では初のバリアフリー上映も実施された。映画公開を記念し、2016年6月1日より、フジテレビオンデマンド、DTV、ゲオチャンネル、ギャオ、フールーの5つの映像配信サイトより、過去の劇場版11作品を配信。 また6月19日から9月11日にかけて9回に渡り、主人公モンキー、ディールフィをはじめとする、麦わらの一味9人それぞれにスポットを当てた、総集編、ワンピースキャラクターズログが日曜深夜に放送された。7月6日には東京、お台場シネマメディアージュにて、完成披露イベントが行われ、7月15日には、アブダビにある、エミレーツパレスホテルで、海外では、 初の上映会が行われた。TV シリーズでは2016年6月26日から映画連動のオリジナルストーリーシルバーマイン編が4週にわたり放送された。公開1週間前の2016年7月16日には映画本編の前日単となるアニメスペシャルワンピースハートオブゴールドが放送された。海外では7月28日公開の香港。 マカオカワキリに、8月には、台湾、タイ、ベトナム、フィリピンなどで順次公開され、欧州や北米など33の国と地域で公開。2015年8月22日に放送された、アニメスペシャル、エピソードオブサボの放送終了後に、本作の制作が発表され、同年12月7日に、映画のタイトルと公開日が発表された。原作者のオダは、前作、 Z と同様、主にストーリーやキャラクターの監修という形で制作に関わっている。特に麦わらの一味がグランテゾーロに入港するオープニングシーンはステージから徹底的に監修しており、音楽映画のような雰囲気を目指してこだわり抜いたという。監督の宮本と脚本の黒岩も本作の注目シーンにオープニングシーンを挙げている。宮本によれば、 織田とのやりとりで一番多かったのは衣装と音楽についてだったという。お題は基本作はジェットコースターみたいな映画。また織田は制作スタッフに自分が漫画で描かないようなものが見たいと伝えている。脚本の黒岩はそれまでアニメの脚本を手がけたことがなかったが、この作品のファンであったこと、宮本の大人も楽しめる作品にしたいという希望と、アニメ慣れしていないからこその発想や、 新しい構成にしたいという考えから黒岩へのオファーに至った。黒岩本人は実写ではなかなかできない自由な発想ができたことに満足している。制作当時の原作やアニメでは麦わらの一味の9人がバラバラになっているため全員が活躍できる話にしたいという構想から始まり2013年夏頃から2年以上脚本の打ち合わせを重ねるうちにカジノが舞台となった。 黒岩によれば、麦わらの一味が海賊でありながらお金を狙うことがあまりないことから、一味が大金を狙う話を最初のプロットとして作った。当初は原作に深く絡める方向だったが、うまくまとまらず、小田からの原作に縛られず一から作った方がいいんじゃないかという指摘を受け、シンプルでドキドキするエンターテインメント重視の話にまとまり、小田の了承を得たという。 劇中の火事のシーンは実際にスタッフがラスベガスに取材に行きそのイメージを取り入れている。もともと TV シリーズのオリジナルでも火事の舞台にする話は何度か企画会議に上がっていたが規模が大きすぎるため実現しなかったという。その時にあった娯楽の島という構想を巨大な船に変え本作の舞台グランテゾーロが誕生した。宮本によれば ラスベガスがとてもカラフルだと感じたことから、作中にも金色だけでなく様々な色を使い、派手で豪華な映像を作っている。ワンピースの世界にテクノロジーとしての電気はないものの、小田から映画には映画の基準があるからと了承を得たことで、色数を多めに使っている。3D4 デラックス MX4D の立体体感を計算して制作されたため、CG は 前作、Z の10倍で、音楽も過去最多の曲数となっている。また、ラスベガスだから、アメ車を出したいという考えから車を登場させることになったが、ワンピースの世界観では普通のエンジンを出せないため、カメが動かすという仕組みになった。オープニングのダンスシーンは、プロのダンサーに振り付けしてもらい、モーションキャプチャーで CG の動きをつけたものになっている。 本作の仇役であるギルド・テゾーロに関して、小田は映画を見た人の記憶に残ることを重要視し、どんな人物なのか、どのような人生を歩んできたかを深く掘り下げている。テゾーロのバックボーンは当初シンプルなものだったが、小田のこだわりで膨らませることになった。黒岩は、今までの原作にいない肩書きの強いキャラにしたいと、考え、金で世界を支配するという構想に行き着いたという。 テゾーロの金を操る能力は大金を狙う話にするというプロットから生まれてきた。原作の麦わらの一味はかなり強くなっているため、特定のシチュエーションで無敵になれるキャラ、金が無人像にある船内では無敵としてその能力を作ったという。その設定はテゾーロが金を大量に集めている理由にもなり、金イコール力の具現化として描くこともできた。 また、プロデューサーの要望で、原作ではあまり描くことがない恋愛要素を入れている。ただし、主役はあくまでルフィであるため、テゾロに感情移入させすぎず、ルフィが一番目立つことに気を配っている。仲間を大切にするルフィと、仲間より金が第一のテゾロという差が、はっきりするように制作したという。テゾロには歌唱シーンがあり、担当声優の山地和弘が、 ミュージカルの経験があることから起用に至った。山地は T.E.B. シリーズではセニョール・ピンクを演じており、宮本は感情を抑えた渋いイメージのセニョール・ピンクに対し、テゾロは常にギラギラしたイメージと語っている。また、ストロング・ワールドの式、Z の Z が老齢であったことから二人よりも若いキャラクターにしたいと考え、ラスベガスの歴史に実在したカ事の王をイメージした。 人物像が設定され、自分を一番に見せたい、目立ちたいという根底があるため、全身ピンク色のスーツ姿となっている。オリジナルキャラクターのデザインは、スタッフがある程度のキャラ設定とイメージをまとめてから、小田に依頼して出来上がっている。おおむねスタッフのイメージ通りだったが、田中さんだけは、スタッフのイメージとは別物になったという。黒岩によれば、 小田からは、キャラクターを大切にしてくださいと言われ、世界観やキャラクター設定、悪魔の実の能力については、特に意見は出なかったという。例外が、レイズマックスで、当初女性キャラクターの予定だったが、小田の男らしい、男性キャラが欲しい、強い男のキャラを増やして欲しいという意見を受けて、男性に変更された。スタッフは、 人物像からかっこいいキャラクターを想像していたが、小田はあえてギャップを狙いユーモラスな外見にデザインした。原作とのリンクに関して、黒岩はテゾーロが世界を裏から操っていることから、海軍よりはサイファーポールがマークしているだろうという考えがあった。ただ海軍に全く触れないのも物足りないため、CP と海軍の関係がわかるようなシーンに、 CP の重要な人物を出したいと小田に相談したところ、小田からはロブルッチを推薦され、さらにルッチを出すならスパンダムも一緒にいた方が面白いという小田の提案により、ルッチとスパンダムの二人が登場することになった。ウソップ役の山口勝平は本作の世界観をハリウッド映画のような雰囲気と語っている。また、 過去の劇場版ではルフィがラスボスを倒すまで、ゾロやサンジなどがその手下を単独で倒すことが多かったが、本作では戦略的なチーム戦を見どころとして挙げている。ロビン役の山口由里子は見どころの一つとして、過去の劇場版ではあまりなかった女子の友情を挙げている。ナミとカリーナの関係について、黒岩は原作キャラを活躍させ、さらに、 オリジナルキャラとの関係をゼロから築いて感動を呼び込むことを2時間の差しで収めるのは難しいためより話に入りやすくするため過去に因縁があった人物に設定したと語っている。宮本アカリーナについて波とは合わせ鏡のような存在であり、そのことでドラマの深みが増したと述べている。2015年12月19日20日に幕張メッセで 開催されたジャンプフェスタ2016のワンピーススーパーステージでは、レギュラー声優や会場に集まったファンと共に、映画用のガヤ音声の収録が行われた。2016年7月23日24日の初週2日間で、興行収入11億5577万1000円、動員数82万830人を記録し、 映画観客動員ランキングで初登場第1位を獲得。初日23日の興行収入6億7517万6000円、動員数47万8528人は発表日時点での2016年度公開作品では最高記録となった。またシネマピア調べの初日映画満足度ランキングでも第1位を獲得した。 公開4日目で、工業収入15億1645万600円、動員数108万8166人を記録し、動員100万人を突破した。公開11日目で、工業収入25億6840万1000円、動員数188万583人を記録し、2016年夏、公開作品では最速で、 興行収入25億円を突破。公開16日目で、興行収入30億円を突破し、シリーズ累計300億円を突破。公開25日目で、興行収入40億円、動員数300万人を突破。公開48日目で、興行収入50億752万円、動員数375万7181人を記録し、2作連続で、 興行収入50億円を突破。新世界で冒険を続ける麦わらの一味が上陸したのは世界最大のエンターテインメント式と称されるグランテゾーロ。そこはこの世のものとは思えないほどの華やかな空間で日夜ショーやアトラクションで賑わい、世界中の名だちたる海賊、海兵、大富豪が集う世界政府公認の独立国家であった。 未知の光景に胸を躍らせるルフィたちは、コンシェルジュの場からの案内で最高級カジノホテル、ザレオロに到着。早速、ルフィウソップチョッパーの3人はカメを、動力源とした、カメ車のレース、ホットシェルで、見事優勝し、賞金1000万ベリーを獲得。その後も、あらゆるギャンブルに勝ち続け、借りた2000万ベリーは倍以上の5000万ベリーに、膨れ上がる。 するとバカラからさらに高額のギャンブルに挑戦できる VIP ルームに案内され、ここでもルフィが強運を発揮する。そこへ船の主にして、世界政府をも動かす権力を持つ黄金帝、ギルドテゾーロが現れる。テゾーロから勝てば、掛金10倍負ければ、全額を失うスペシャルギャンブルを持ちかけられ、ルフィは承諾。だが、触れた者の,の運気を下げる。 ラキラキのみの能力者であるバカラによって、運気を下げられたルフィはこの賭けに負け全額を失ってしまう。貸した3億2000万ベリーの返金を要求するテゾーロに対し、当然、波たちは納得できず、テゾーロたちに抵抗。ゾロがテゾーロに直接切りかかるが、テゾーロの金を自在に操るゴルゴルのみの能力で動きを封じられてしまう。ゾロを人質に取られたことで、 波は返金までの猶予を要求し、テゾロは明日の夜12時までに金を用意できなければ、ゾロを公開処刑にすると宣言する。その夜、ゾロの救出方法を模索するルフィたちの前にテゾロのブカカリーナが現れる。彼女の正体はかつて波と張り合った泥棒で、テゾロが所有する世界の通貨の20%に当たる5000億、ベリー、通称 テゾーロマネーを奪うため潜入していた。カリーナから協力して、テゾーロマネーを奪う提案を持ちかけられ、ルフィたちは2手に分かれて、テゾーロマネー奪還作戦を開始する。ルフィ・フランキーのチーム A は、黄金の塔の外壁を登って侵入し、船内全体の電電虫を管理する、ホスト電電虫を採工して、映像を一時的に止めるため、コントロールルームを目指す。 それ以外の波やカリーなら7人は、島内部からテゾーロマネーの金庫を目指す。島内部に侵入し、コントロールルームにたどり着いたルフィとフランキーだが、看守兵に見つかってしまい一旦退却を図るもそこへ、テゾーロと田中さんが現れる。テゾーロに挑発されたルフィは、テゾーロに攻撃を仕掛けるが両腕を黄金で固められ、田中さんの、抜け抜けのみの能力で二人は、船底の牢獄、 黄金の牢獄に落とされてしまう。そこで二人はかつて伝説のギャンブラーとして、名を馳せた革命軍のメンバーであるレイズマックスと遭遇。彼や牢獄に落とされていた囚人たちから海水があれは手蔵ーの金を破壊できる情報を得た二人は、ポンプ室を目指す。その途中、回廊石積の巨大換気ファンに苦戦するも、マックスや囚人たちの協力で突破しポンプ室に到着。 一方、多くのトラブルを跳ねのけ金庫までたどり着いた波たちだが、そこに、テゾロマネーはなく、テゾロ本人が待ち構えていた。波たちの作戦は、最初から見抜かれており、観客の見せ物にされていた。波たちは、テゾロに拘束され、ポンプ室にいるる日たちも閉じ込められてしまい、いよいよゾロへの処刑が執行されようとする。だが、その瞬間、船全体が停電し船中に、 海水の雨が降り注ぐ。事態を把握できないテゾ路ロに対し、波たちは、作戦の真の目的が海水を確保することであった、ことを打ち明ける。ゾロの解放に成功した、ルフィたちは改めて、テゾ路ロに、戦線復刻する。まんまと出し抜かれたことに激高したテゾ路ロは、切り札の、ゴールデンテゾロで一味に攻撃を仕掛ける。田中さん。 バカラダイスの幹部3人に一時は苦戦したゾロたちだがそれぞれ幹部たちを撃破。一方、ゴールデンテゾーロの攻撃に圧倒されるルフィも切り札のギア4を発動させゴールデンテゾーロを破壊し、なおも立ちはだかるテゾーロを撃破する。テゾーロが破れると、船のモニターに謎のカウントダウンが出現し、船が爆発するというカリーナの指示で船からの脱出を図る。 カリーナは一人船に残り安全な場所まで遠ざけることを波に告げる。脱出に成功し、カウントが例になるも爆発は起こらずなぜか花火が打ち上がる。ウソップが望遠鏡で確認するとそこにはグランテゾーロを船ごとダッシュし、回答カリーナ参上の旗を掲げるカリーナの姿があった。最後の最後で一杯食わされたルフィたちだが、 海軍の追撃を振り切るため次の冒険に向け出発する。劇場版衣装は原作者書き下ろしデザインでオープニングの仮装衣装、カジノでの白の決戦服、最終決戦用のブラックレザーの衣装の3種類。また、ルフとゾロを除く7人には潜入服、ルフィゾロフランキーを除く6人には天竜人一行の変装衣装も書き下ろされている。本作には 柿以外にも隠しキャラクターとして、ヘラクレスン、ワンゼ、アブサロム、ゲダツ、パッパグが登場している。革命軍二人の衣装は原作と違い、サボは赤いシャツ、コアラは帽子や服が緑の劇場版オリジナルカラーになっている。CP-0 原作のドレスローザ編の終盤で登場した際は正体が伏せられていたが、映画公開前に正体が明かされた。 海軍本部、テゾーロ一味グランテゾロ従業員カメシャ、レースロングロング海賊団オープニングで、麦わらの一味を襲撃した海賊団。全員は皆、体のどこかしらが長い。その他2016年12月28日、ブルーレイディスク DVD の通常版と、初回限定版、ゴールデンリミドエディションが発売。初回限定版は、 映像特典ディスクと封入特典が同梱。またポニーキャニオンショッピングクラブ限定で BD 初回限定版にトレジャーボックスも発売。入場者500万人に作者描き、おろしの設定資料、手蔵炉のイラスト付き年表、映画クライマックスシーンのネーム全34ページが収録された限定コミックス第777巻がプレゼントされる。これまで第10作、 ストロングワールドで第0巻が前作 Z で第1000巻が配布されており今回の500万冊はシリーズ史上最多となるまた777巻とは別に先着200万人にワンピースキャラが集合したオールスターゴールドトランプがプレゼントされるジョーカーカード2枚パッケージは作者描き下ろしとなっている9月3日より作者描き下ろし A5 版 イラストカードを数量限定でプレゼント。裏面には麦わらの一味9人を含む出演キャスト15名のサインが入っている。映画公開記念として本作が上映される全国342館の映画館に作者直筆の劇場内裏のサインポスターをプレゼント。前作、Z で全国興行収入1位となった新宿バルトナインからスタートし、順次。 全国の上映劇場に手渡しでサイン入りポスターが届けられる。また、ツイッターキャンペーンとして劇場に掲出されているサイン入りポスターと写真を撮り、ハッシュタグをつけて映画へのメッセージをツイートした人の中から抽選で豪華プレゼントが当たる。2016年6月18日から8月31日にダイバーシティ東京プラザで開催される映画ゴールドとアニメ SP ハート・オブ・ゴールドの展示イベント。麦わらの一味と写真が撮れるフォトスポット、歴代映画ポスタービジュアル、アニメのヒストリーパネルなどが展示されている。一部の展示物は回帰途中に切り替わり、6月18日から7月16日までは、アニメ SP、ハート・オブ・ゴールド、7月17日から8月31日までは、映画、ゴールドの展示物となっている。 映画公開前の2016年6月24日と7月20日に日刊スポーツより発行され全国の駅、コンビニ、一部映画館で販売されるワンピースの特集新聞。タブロイドサイズの新聞を広げると 109cm81cm の特大サイズに変わり、第1号には頂上戦争までの2年前編、第2号には2年後編のキャラダイソーカンズが載っている。 また、二号分つなげると、作者、小田栄一郎の仕事部屋写真が360度パノラマになる。他には、声優やスタッフ秘話など、映画の情報も掲載されている。前作、Z の公開前には同じく日刊スポーツから、週刊ワンピース新聞が4週連続で発行され、今回が第2弾となる。ワンピースハートオブゴールドは、 2016年7月16日に土曜プレミアム枠で放送されたテレビアニメワンピースのスペシャル番組映画本編の前日端となるストーリー監督は映画前作 Z の監督を務めた長峰達也脚本は映画本編と同じく黒岩務が担当麦わらの一味やオリジナルキャラクターは原作者小田栄一郎を描きおろしデザインとなっている ゲスト声優として、俳優の小栗旬らが出演。主題歌は、アニメ初代 ED、メモリーズと二代目 ED、ラン、ラン、ラン、を担当した、大月巻で、15年ぶりに、ワンピースの主題歌を手掛ける。ストーリー世界を買い取れるほどの価値があるとされる謎の、秘宝、ピュアゴールド。失われた伝説の島、アルケミンの出身で、ピュアゴールドを手にする方法を知っているという少女。 ミスキナ・オルガは CP-0 と海軍に捕まり、マリージョアまで軍艦で護送されていた。そこへギルド・テゾーロに雇われた史上最強のトレジャーハンター、マット・トレジャーが現れ、軍艦を襲撃。戦闘に乗じて逃げ出したオルガは、麦わらの一味に出会い、ピュアゴールドのありかまで案内することになる。ピュアゴールド探しに乗り出そうとした、ルフィたちはオルガを尾行していた。 マットトレジャーの襲撃を受ける。その最中オルガが海に落としたピュアゴールドの指輪に反応し、巨大な超ンコウボンボリ様が海から出現する。アルケミがボンボリ様の胃の中に存在すると知り、ルフィたちは体内に入る。体内でトレジャー海賊団の海賊船、シャークエメラルダ号の攻撃によってルフィはサニー号とはぐれてしまう。オルガに助けられたルフィは、 彼女が200年に生き続けていることを知る。その時、マットトレジャーが攻撃を仕掛け応戦するも、波たちを人質に取られマットトレジャーの、ジャラジャラの実の能力で拘束されてしまう。そのまま恐竜に連れ去られ、餌にされそうになったが、オルガの父親でかつて、ピュアゴールドを生み出した科学者ミスキナアシエに救われる。アシエと共に、体内の奥にあるアルケミを目指すルフィは、 マットトレジャーが差し向けたサイコピーを尻ぞけゾロ三時、フランキーと合流。一方、ピュアゴールドがある研究所にたどり着いた、オルガたちは、数々の仕掛けを解き、最深部まで迫る。そこへルフとアシエが駆けつけ、オルガは200年ぶりにアシエと再会。アシエは、ルフたちを逃がし、研究所を倒壊させマットトレジャーを道連れにしようと、するも失敗し、 ピュアゴールドを明け渡してしまう。ルフィは仲間を犠牲にしても宝を手に入れようとするマットトレジャーに怒り、激しい攻防の末マットトレジャーを撃破した。見好きな親子と別れたルフィたちは波が密かにマットトレジャーから盗んでいた招待状を頼りに次の目的地、グランテゾーロへ向け執行する。一方、マットトレジャーが敗れたことを田中さんから報告されたテゾーロは、 次なる計画に動き出そうとしていた。キャスト登場人物トレジャー海賊団だからが、眠っているのなら、どんな危険な地にも繰り出す、海賊団。海賊機はトレジャーを模したどくろに、シャベルと吊り橋のような2本の骨が交差したマーク。船は、鋼鉄と宝石で固められた、シャークエメラルダコアルケミその他用語スタッフ主題歌。 シルバーマイン編は2016年6月26日からテレビシリーズで4週にわたり放送された映画連動エピソード第747話から第750話の全4話2016年12月28日には全4話を収録した BDDVD ワンピースフィルムゴールド映画連動特別編シルバーマインが発売された ストーリードレスローザを出港した麦わらの人味は、ルフィを慕うバルトロメオの海賊船、ゴーイングルフィ先輩号に乗り、次なる島、ゾウを目指していた。ある夜、ルフィとバルトロメオの二人は、一瞬の隙をつかれ、先輩号を吸収してきた女海賊、デザイアラが率いるバトルボート軍団に捕獲されてしまう。グツグツの身の妖光炉人間、ビルフィ率いる武装集団、 シルバー海賊連合が根城にする島、シルバーマインに連行された二人は仲間の元に戻るためシルバーマインからの脱出を図る。オリジナルキャラクターシルバー海賊連合巨大な銀の鉱山がそびえ立つ新世界のことをシルバーマインを根城にしている武装集団。リーダーであるビルのグツグツの実の能力で作った様々な武器を操る。海賊機は S, S 字の上にバンダナを巻いたドクロが描かれたマーク。ワンピースフィルムゴールドエピソード0から711バージョンはセブンイレブンキャンペーンで対象商品を購入すると特設サイトで視聴することができるオリジナルアニメ。配信期間は2016年7月2日から31日まで。映画前日短となる麦わらの一味がグランテゾーロに到着する直前の短編エピソード。 キャンペーン内でアニメの設定がやえコンテが収録したオリジナルブックワンピースフィルムゴールドエピソード0から711バージョン7-11限定特典もプレゼントされた BDDVD 初回限定版ゴールデンリミドエディションに収録ワンピースハートオブゴールドに関するカテゴリーありがとうございます